はいどうもこんにちは、フィギュア大好きと一貫です。今回はですね、面白いネタを拾ってきました。結構ご存知の方もいらっしゃるかとは思うのですが、ドコモと NTT ドコモと進撃の巨人のコラボキャンペーンで発売されたリヴァイとミカサの戦闘シーンフィギュアで、このリヴァイのフィギュアに不備があったとして、今ネット上ではね結構盛り上がっているようです。なんでもこのフィギュアは2021年、今年の2月から3月にかけてツイッター上で応募されたもので、で抽選で500人の方に当たるものなのですが、これフィギュアがもらえるのではなくて購入する権利が当たるということです。なのでこの当選に当たったら1万3000円をまたね払って購入されているらしいです。詳しいことはわからないんですけれども、多分これに応募される方たちっておそらく普段あまりフィギュアを買わない人が多いと思うんですよ。だからまあそういうこともあってなのか、最初からちょっとこうなんていうか、まあ言い方悪いですけれども、消費者を舐めているというか、まあこんなので大丈夫だろうみたいな、あまりだからね誠意の感じないキャンペーンのようにもね感じますよね。まあこれはね結果論ですけれども、でこの手の画像がね今ツイッター上でたくさん上がってきているんですが、もう笑っちゃいますよね。令和に蘇った邪神像ってすでにね言われているようなんですけれども、もうこれネタですよね。もうある意味よくぞこんなものを作ってくれたと、これはねまたフィギュアの黒歴史に名を残したと思いますよ。当然これはね中国の工場で作っていると思うんですけれども、おそらく検品もねどっかでしたとは思うんですよ。まあ全くしないなんてありえないでしょ。でもコロナ禍とか、まあそういったことで直す時間もなかったのかな。まあさすがにこの顔を見ずにね購入者の元に届けるってさすがにそれはありえないと思うんですけれども、絶対これね発送する直前にやばいだろうと思ったでしょうね。でこれねヤフートピックとかにも上がってまして、まあそれに対してねいろいろとコメントも上がっていました。少し読んでみますね。これはほんと濃くね、担当者はきっとアニメの興味もないし検品する必要もないと感じていたんだろうね。ドコモは原作ファンを完全に舐めてる感じしかしない。作成も孫受けとかを重ねて海外発注した結果の出来上がり。いやーこれはまあごもっともな意見ですよね。で他にもですね、いろんな人のパターンを見ていると造形のクオリティだけではなく、フィギュアを買った時にこうだったら嫌だというのが全部詰め込まれてて、他人事だとつい笑えてしまうレベルだけど、自分がこうなったらブチ切れるな。これは制作会社もそうだけど監修している側も完全にダメだ。確か限定品だったよね、プライズ品以下の造形品質とか。高額出してまで楽しみにしていた人たちは今回対応の全額返金に納得するのかな。誰がクオリティでゴーサイン出したんだよ。ですよね。1万3000円でこれはひどいですよね。競争を勝ち抜いて当選し、半年以上楽しみに待っていたのに、作り直しでもなく単なる返金で片付けられるとはむごいな。支払った1万3000円も他のことに運用できていたはず。これがアメリカだったら訴えられていたろうな。当事者ではありませんが、本当にこれはひどすぎて、造形がひどいだけではなく、パーツ破損や汚れもたくさん報告出ているので、そもそも企画もフィギュアに詳しい人がおらず、メーカーもこうしたフィギュアの制作経験が乏しいところのような気がしますね。1万超えのフィギュアはものすごく完成度が高いものが多く、彩色も立体感が出るように陰影やグラデーションなどになっているものが多いですが、これは全体的にそういった工夫も見られずののっぺりしてますね。最近はプライズやくじのフィギュアもクオリティが高いので、これが1万3000円は本当にぼったくりだと思います、などなど。まあ皆さんね、自分が買ったわけではないんでしょうけれども、同情する声が多いですね。まあでもね、これ僕だったらね、まあ僕だったらですよ、これ逆にね嬉しいですけれどもね、動画のネタになるので。でこれしかも限定で500人でしょ。だからこれ結構逆に貴重なフィギュアになるんじゃないんですかね。でこれね、ドコモの方ではすでに返金対応を決めたそうなんですが、返金希望の方には全額返金をすると。でその場合はフィギュアも返さないといけないんでしょうかね。まあそれだとちょっとね、なんかもったいないような気はしますよね。ある意味愛着が湧きますよね、顔に。
中途半端な出来の悪さならあれなんですけれども、ここまで潔く出来が悪いとね、ある意味称賛ですよ。なかなか今の時代ここまで出来の悪いフィギュアは作ろうと思ってもそうそう作れないですからね。これだってもう偽物よりもひどいっていう感じがするじゃないですか。ただね、これ元々の画像もこれがちょっとデコマスなのかよくわからないんですが、元々そんなにね出来のいい感じでもないんですよ。まあこれが3000円とか5000円くらいならね、まあこんなもんかと思うんでしょうけれども、これで1万3000円っていうのは、まあ僕らフィギュアオタクからすると結構買うのに勇気がいりますよね。まあリヴァイのフィギュアはいろんなメーカーからも出ていますし、価格もそんなにね大きく変わらないと思うので、まあこういうものはね、お高いものは信用できるメーカーのものを買うのがね安全ですよね。まあでも本当に今回の件で教訓になりましたよ。まあだから我々が普段買っているフィギュアというものがいかにクオリティが高いものなのかが、皮肉にも同じフィギュアによって証明されたということですね。本当にね、フィギュア作るのって大変なんだと思いますよ。舐めてはいけません。